クリントン軍はアメリカ合衆国イリノイ州に位置する軍であり、1960年に W.Mean Center of US Population を含むことをアメリカ合衆国統計局によって決定された。2000年現在人口は35,535人である。ここの名称は第7代ニューヨーク州知事でウィット・クリントンに敬意を表して付けられた。 ここの軍庁所在地は W ・カーライル・イリノイである。アメリカが州国統計局によると、この軍は総面積1304平方キロメートルである。このうち1228平方キロメートルが陸地で76平方キロメートルが水地域である。総面積の5.81%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この軍は 人口35,535人、12,754世帯、及び9,221家族が暮らしている。人口密度は29平方キロメートルである。11平方キロメートルの平均的な密度に13,805件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人94.19%、 アフリカン・アメリカン3.91%、先住民0.16%、アジア0.33%、太平洋諸島系0.03%、その他の人種0.84%、および根結0.54%である。人口の1.60%がヒスパニック、またはラテン系である。 この軍内の住民は24.90%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が9.30%、25歳以上44歳以下が30.20%、45歳以上64歳以下が21.30%、および65歳以上が14.40%にわたっている。中央値年齢は37歳である。 女性100人ごとに対して男性は106.60人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は106.80人で、ある。この軍内の世帯ごとの平均的な収入は44,618ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は52,580ベードルである。男性は36,035ベ米ドルに対して、 女性は23,506ベイドルの平均的な収入がある。この群の一人当たりの収入は19,109ベイドルである。人口の6.240%及び家族の4.60%は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の7.80%及び65歳以上の6.00%は貧困線以下の生活を送っている。 アメリカンファクトファインダー、ユナイテッドステイツセンサスビューロー、http://factfinder.census.gov2008 年1月31日閲覧。ありがとうございます。